おはようございます。6月5日朝5時12分の相場解説になります。まあ正確に言うと今日は土曜日なんで相場はないんですけども、ちょっと苦戦したねこの1週間と光が見えてきた週末ですよね。これを組み合わせてお話ししていこうかと思います。まあ最終的にうまくいった部分もありますけども、ここはちょっと予測と違ったよ、取りこぼしたよっていうところをね、大体ね2勝1敗という形でお届けしたいと思いますので、こちらの方の画面を開いていただけますか。それではまずデイリーからご覧いただきます。どうぞ。はい、デイリーなんですけども、デイリーはとりあえずね2勝1敗のうちの1勝のところをお話ししようかと思います。それはですね、ここから始まってるんですけども、こういうふうに右肩上がりのこうねトレンドラインを書いてるでしょ。でここから入ってきてフラッグがねできている状態です。これは昨日もお話ししましたけども、ここはまあ当たっていたんじゃないかなと思いますよね。まだね下に抜けるのか、まあ戻っていくのかっていうのが分かりませんけども、おそらく上の方でしょう。これがまあデイリーで見通しが立ったよっていうところですよね。次ですね、4時間です。これ4時間がねうまくいかなかったんですよね。どこがうまくいかなかったと言いますと、このネックラインがあるじゃないですか。私はねここネックライン横に引いて、ここに跳ね返って上に上がるっていうふうなことを申し上げたと思うんですよ。 N 字を書いて上に上がるっていうね。それが実際はガクーンと深夜のうちに下がってましたね。これがだからちょっとうまくいかなくなったところですね。まあ損失はないんですけどもね、夜中だったんで。はい、それで1時間足ですけども、ここは2勝1敗の勝利の2つ目の方ですね。先ほどのが2勝1敗のうちの1敗、上の方に N 字を書いて跳ねると思ったけど下に大きくいっちゃったってことです。ただこうもお話ししたんですよ。こちらの小さい三角形ありますよね。この三角形がちょっと大きくなって、ここもうちょっと大きくなって、ここというふうにどんどん大きくなりつつ、三角形がこういうふうに大きくなっていったってことです。でこちらのゾーンがこういうふうにあるよねってことですよね。まあですね、週が明けてからねこういうふうに行くんじゃないかなと思いますよね。ただこんなに大きくならないと思いますけども、この辺りで止まってですね、ここでで何らかの動きを見せながら、まあまた上の方に行くのか、それとも3ゾーンを書くような形で下に行くのかってことですけどもね。はい、こんなところですかね、今わかるのは。来週の展望がはっきりと見えませんけども、まあ最終的には2勝1敗で、私が考えていた3つの予測のうち、2つが当たって1つが外れたって形かなと思います。はい、ということで、最初はちんぷんかんぷんで見るだけ相場っていう時期が長かったんですけども、まあ見ていると、だん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 特徴が見えてきて、あ、次の展開はこうだなっていうふうに、まあ届けることができたかなと思います。それではどういう展開になるのか、これは月曜日からの相場を見ながらまた考えていきましょう。では1週間をまとめた動画になりました。以上です。ありがとうございました。